ハインリヒゴットフリートートーリヒャルトフォンフィーティングホフ、ゲナントフォンシェールはドイツの軍人。最終階級はドイツ国防軍上級大将。ベストファーレン貴族の家系にマインツで生まれる。父親はプロイセン王国軍砲兵中将、ハインリヒゴット・コンラートフォンフィーティングホフである。第一次世界大戦中の1915年に不評大尉に昇進。 1917年に参謀本部付となる。戦後の1920年1月にベルリンで大佐の娘で工場主の未亡人と結婚した。1926年に少佐、1933年に大佐に昇進。さらに1936年に総工兵賞賞、1938年に中将に昇進した。 第二次世界大戦が始まると、第五総甲師団指揮官として、ポーランド進行に従軍。1942年9月に第9軍司令官代行を務める。1943年に上級大将に昇進し、8月からイタリア戦線にある第10軍司令官に就任した。1944年10月から1945年1月まで負傷した。 南西方面軍司令官、アルベルト・ケッセル・リングに代わって、指揮を取った。その後、クールラント軍集団司令官に転じ、1945年3月から、イタリア戦線の C 軍集団司令官に任命された。1945年4月末、連合軍と交渉し、4月29日に、カゼルタで5月2日正午をもって指揮下の部隊を降伏させることに合意した。 イギリス軍の捕虜となり、その後2年半の捕虜生活を送った。戦後はドイツの再軍備問題に携わった。1950年10月には、西ドイツ首相、コンラート・アデナウアーの指紋を受け、西ドイツの欧州防衛に対する貢献についての、ヒンメローと覚書作成の一人になっている。しかし間もなく、バイエルン州プフロンテンで死去した。ありがとうございます。